では、秋の座高円寺阿波踊り最後でございます。最後を飾っていただくのは東京天水連でございます。天水連、東京天水連岩波連長は、うちは舞台向きじゃないんだ、どちらかというともうストリートなんだ、だから舞台には向かないんだよと言うんですが、そんなことはないです。もともと阿波踊りというのは桟敷ですね、道路でやる、要はストリートなんですね。ストリート の、 踊りです。我々も全部含めて、そして、今これから演じていただく、天水連、東京天水連、今日はこれで終わりですけども、この終わりは終わりの始まりです。来年に向けて、力強く高円寺の阿波踊り一歩ずつ進んでまいります。鐘の重厚の音、そして、心を体を揺らす太鼓の音、どうぞ終わりから始まりへの、序曲です。東京天水連、いけー。
東京天水連でございました。皆さん、もう一度大きな拍手をお願いします。これで来年に向けたのスタートが切れたような気がします。秋のザ・高円寺阿波踊り第3部、これをもちまして終了でございます。何よりも踊り手がみんな喜んでるのは皆様の拍手です。やっぱり拍手があってこそ阿波踊りです。あとは来年に向けて、もし来年になってマスクが取れて皆様の前で笑顔で阿波踊りができれば、これほど幸せなことはありません。来年に向けて一歩一歩進んでまいります。高円寺阿波踊り振興協会はじめ連協会、地元連、前に向いて進めてまいりますので、どうか皆様温かいご協力ご声援を、末永くお願いいたします。本当にありがとうございました。外がだいぶ冷えてますので、気をつけてお帰りください。ありがとうございました。